はい、ではですね、今日はあのイエローモンキーの、スパークですね、これの、ギターの音作りを、Line6 の、Pod GO のみを使って、やってみたいと、思います、まずは、菊池さんですかね、あまり使ってる機材とかはよくわからないんですけど、おそらくパーシャル系だと思いますに、レスポールとか、ギブソン系の通販のピックアップが多いようなイメージなんですけども、まず、ポッドボーのエディターのですね、まずアンプから、マーシャル系いろいろあるんですけど、一番最初のやつは、ちょっと古めのやつですかね、これ。ちょっと迫力がないので、まずこれで、一番ですね、近いやつ、なんとなくでいいんですけど、近いやつをちょっと選ぶようには、してますかね。雰囲気が一番近いものを、選ぶことが、優先的にやってると。そうですね、この辺別にいいのIR、 一番お気に入りのやつがあるんで、もう大抵これにちょっと頼っちゃいますね。ちょっとこれ何か分かんないですけど、 C2C ってやつの、オフマイクで、シワの57ですかね、で拾ってるやつだと思います。だいぶ変わりますね。雰囲気をまず出したいんで、リバーブ
は、まあまあ適当でいいと思います。で、ここにリストし、歪み系ですね。歪み系は。いいと思うんですけど、原因はちょっと、なぐらいかな。あの、だいたい迷ったらセンターにしてます。続いてきた気がしますね。で、ちょっと聞いてみましょうか。最初は、フランジャーっぽいのがなんかありますで、フランジャーはどれだっけ、フランジャーもいくつかありますけど、まあ普段はあんま使わないですね。これ一番近いですよね。で、リフが、この音ですね。また、ちょっと弾いてみたいと思います。